横田港は広島県福山市にある港湾。1952年9月地方港湾指定。港湾管理者は広島県瀬戸内海に浮かぶ横島の北東部内海眺望地に位置する。海を隔てた北側が本州沼熊半島で、沼熊と田島は内海大橋で、田島と横島は僕橋でつながっており、この港湾は いわゆる島所部の港ではあるが本州とは陸続きとなっている。この港湾は内海町内の漁業従事者用の小型船だまりとして、そして内海、沼熊一帯の物流ターミナル、特に周辺で消費される砂砂利を扱う港として整備が続いている。なお、沼熊沿岸部は常石造船を中心とした造船業が盛んなところでもある。 ただ物流ターミナルとしては、費用対効果は高いとは言えない数字になっている。一方で小型船だまりとしては十分ではなく、内海側から整備の必要性が叫ばれている。この港湾の南側、横島と田島の海峡は、ボー地瀬戸と呼ばれ、古くからの港町である。定期フェリーとしては、1913年地元。 横島有志による、合志会社によるおのみちへの定期航路が最初で、以降田島側も絡み閉鎖と、様々な運営形態による新設を繰り返したものの、1989年、内海大橋完成により完全に廃止された。2015年現在定期フェリー航路は存在していない。ありがとうございます。